こんにちは、MJWS です。今回は大阪モノレールの全体構想に関する動画です。大阪モノレール本線の最初の開業はバブル期の1990年6月1日に千里中央駅から南茨城駅間が開業、その後も延伸され、現在の門真市駅から大阪空港駅まで結ぶ路線へ拡大しました。この大阪モノレール本線では、門真市駅から東大阪市の雨竜堂駅間 8.9km の区間が2029年に開業します。この大阪空港から雨竜堂までを通称本線、初期の構想名称を用いると大阪モノレール環状線と呼ぶことができます。大阪モノレールの環状線構想においては、この雨竜堂が最終の終点ということにはなっていません。雨竜堂駅からさらに南へ延伸され、近鉄大阪線久宝寺口駅から松原ジャンクションを経由し堺まで延伸させる構想があるためです。大阪モノレール環状線構想での雨竜堂駅から南海本線堺駅までの距離は約 22km です。もし実現すれば、大阪空港駅から堺駅まで約 50km の路線になります。延伸区間での駅の数は不明ですが、起点駅の途中で既存の鉄道路線駅7つと接続するとのこと。接続すると思われる既存の鉄道路線は、近鉄大阪線と JR 大和路線、大阪メトロ谷町線と近鉄南大阪線、大阪メトロ御堂筋線と JR 阪和線、南海高野線など多数に及びます。南海本線堺駅までの延伸計画が進むと、堺市、三原区や松原市など交通のアクセスが悪かった地域に鉄道ネットワークがつながります。地元住民にとってかなり便利になるのでしょう。建設費用は2000億円かかるとされ、工期は約20年と言われています。大阪モノレール環状線構想が決定されたとしても、10年かけて部分開業になるとのことです。全区間開業まで早くて20年ほどと言われています。大阪モノレール環状線構想で堺まで行くルートは2つ存在、大和川南方ルートと中央環状線ルートがあります。大和川南方ルートは雨竜堂駅から近鉄大阪線久宝寺口駅、松原ジャンクションを経由して大和川沿い南を西進して南海本線堺駅を目指すルートです。大和川南方ルートが採用されたら、阪神高速道路大和川線と一部並走する可能性も考えられます。もう一つの中央環状線ルートと呼ばれるルートが、現状では本命となるのではないかと考えられているルート、雨竜堂駅から近鉄大阪線久宝寺口駅、松原ジャンクションから三原地区を経由して南海堺駅を目指すルートです。図面を見ると、三原地区からは新金岡、三国ヶ丘を経由すると思われます。雨竜堂駅から三原地区までは阪和自動車道と並走、三原地区から堺までは大阪中央環状線フェニックス通りと並走。中央環状線ルートは大阪モノレール環状線構想で初期計画時のルートになります。堺市は2017年6月8日、大阪府に要望書、大阪モノレール計画の堺方面への延伸に関する要望書を提出しました。要望書には、中央環状線ルートが延伸計画ルートとして示されていたとのことです。大阪モノレールの延伸ルートとなっている中央環状線は、初期建設時に中央分離帯が整備されていた大通りとなります。フェニックス通りの中央分離帯には、その名の通りフェニックスの木が植樹されており、南海電鉄堺駅の西方付近が起点駅になる可能性は考えられるでしょう。大阪モノレールの延伸計画についてですが、当初は
計画があまりにも壮大で財政的に厳しく、門真市駅以降の建設は先延ばしにしていました。延伸計画は2004年にようやく門真市駅から雨竜堂駅間までが進み始めたところです。同年に近畿地方交通審議会答申第8号は近畿圏での望ましい交通のあり方を審議。大阪モノレールの門真市駅から雨竜堂駅までの延伸が中長期的に京阪神圏で求められる鉄道ネットワークを構成する新路線とされました。2012年6月に大阪府戦略本部会議は大阪モノレール延伸の検討を決定。2016年3月には一定の公共交通ストックと魅力ある商業観光資源の集積を最大限に生かして、都心機能の強化や関西の連携強化、観光集客などの観点で鉄道ネットワークとした路線で事業化が決定しています。門真市駅から雨竜堂駅間の延伸工事は2019年に着工し、2029年の開通を目指しています。一方、雨竜堂駅以降の堺方面への延伸ですが、堺市が要望書を提出しただけで動きはありません。南海本線堺駅までの延伸計画の軌道をたどると、松原市の天海地区や堺市三原区の黒山地区にある大型商業施設の建設予定地付近を走る計画になります。現状の路線ではアクセスは悪いですが、もし延伸が実現すれば国道309号線沿いで行われている建設ラッシュにも合点がいきますし、交通の利便性は向上するでしょう。大阪モノレール環状線構想に関しての堺市の考え方は、大阪都市圏の放射状鉄道網と結びつくことで広域的な環状型鉄道ネットワークを作り上げるものとしています。広域ネットワークや市内拠点のネットワーク形成の実現に向けての取り組みを進めているとのこと。この中で広域ネットワークを作り上げるための長期的展望は、大阪モノレール堺延伸によって市東部地域や周辺都市とのアクセス向上を挙げております。公共交通ネットワークを充実させ、利便性を向上させるなどの取り組みを進めると同時に、公共交通の維持確保を行っていくと思われるでしょう。交通ネットワーク整備に関わる動向を注目していくとしています。最後にまとめですが、大阪モノレール環状線構想は雨竜堂駅から南海本線堺駅間の約 22km とのことですが、現時点でその動きはありません。もともと延伸計画が壮大なため財政面で厳しく、門真市駅以降の建設は進みませんでした。もし環状線構想が決定しても10年かけて部分的に開業させ、全区間開業は20年以上とされています。全区間開業となった場合、大阪都市圏へ放射状となっている鉄道網と結びつき、広域的環状型鉄道ネットワークになるでしょう。といったところで、今回は大阪モノレール環状線構想を取り巻く現状と、雨竜堂以南で構想される堺延伸ルートについて触れました。それではさようなら。I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded.